どうも、にわかびやマグというものです。今回の異形生物は、こちらの2体です。複数体だと読み上げ省略できていいですね。次回からこうしよう。それでは、どうぞ。先日、食料品を買い出しに行った時に、たまたまお菓子売り場に行ったんですよ。そしたら、コネホネザウルスが目につきまして。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、食玩ですね。プラスチック製の恐竜の骨を模した、プラモデルみたいなものかなが入ってるんですけど、私幼少期の記憶は大半が風化してるんですけど、骨骨ザウルスを買った記憶だけはちょっとだけ残ってて、それで懐かしさで買ったんですよ。そしたら今、ちょっと手元にあるんですけど、箱を見ると全8種類あるらしいですね。トルボサウルスだとか、ドロマエオサウルスとか、いかにも恐竜然とした私が知らなかったようなのもあるんですけど、その中で異色を放ってるのがいて、骨骨ダイオウイカっていうのがあるんですけど、イカって骨ありましたっけ？まあその下に骨骨プリンスとか言ってるので、もうそういうモチーフの話は無粋ですね。よくよく考えたら私が買った時もなんか友みたいなのがありましたし、にしてもこういうなんかデザインの柔軟性みたいなのも見習いたいですね。私も本当に軽率に骨をつけたり骨なくしたり、これのデザインみたいに脇腹から腕を生やしたり剣を持たしたり、あとこの全部集めるとグレート骨骨アシュラが作れるらしいんですけど、こういう変形合体とは違いますけど、こういう要素いいですよね。なんか仮面ライダーの最終フォーム感があって、こういう要素も入れたいなぁ。どうしよっかなぁと、まあ今こんなことを言っても何か思い浮かぶわけでもないんですけどね。と、こんなことを言ってる間に出来上がりです。と言っても早回しですけど。それでは完成品をどうぞ。こちらが今回の異形生物1体目、木の柱です。私、妖怪だとヌエが好きなんですよ。デザイン的にも時代的にもね。なので、ヌエを構成する要素を歪めてこういう風にしてみました。結構お気に入りです。2体目の異形生物は、フィロサーベントです。ほら、枯葉カマキリって紙デザインじゃないですか。だからなんとか流用できないかなと思ってトカゲにしてみたんですけど、こっちも結構お気に入りのデザインなんで、むしろ誰か他にやってんじゃねえかなって思うくらいです。大丈夫ですよね。被ってないよね。次回の異形生物はこちらの4体です。こっからどんどん量産していきたいですね。それでは失礼いたします。